セルゲイ・ミローノビチ・キーロフは、ソビエト連邦の革命家、政治家。本性はコーストリコフ。レニングラードソビエト議長。ロシア帝国、ブヤトカ県のウルジュームに生まれる。早くに両親を失い、孤児院で育った。1904年に、火山工業学校を卒業後、シベリア、カフカースなどで革命運動に加わり、1914年北、カフカースで、 ボリシェビキの組織責任者となった。1919年アストラハン軍事革命委員会議長。1920年から1922年までザカフカース各地で革命政権を樹立し、同地の石化統一に関与した。1923年ロシア共産党中央委員に選出。1926年グリゴリー・ジノビエフの拠点であったレニングラードに 中委員会第一書記として着任し、ジノビエフ職を一掃。1930年政治局委員。1930年代の農業集団化では、クラーク弾圧に力を振るい、スターリンと並ぶ有力な大抗馬とみなされる。1934年2月、党中央委員会書記、組織局委員を兼務。1932年以降、 キーロフとスターリンの間には徐々に確執が生じていた。党内反対派に対して強硬主義を取るスターリンと恩恵派のキーロフとの間では反対派の処遇をめぐってしばしば意見の衝突が起きたほか、レニングラードにおける配給制度といった実務上の問題でも対立があった。フルシチョフはスターリンとキーロフが激しい言葉の応酬を交わすところを目撃している。 1929年から1933年にかけての農民の集団化に関する闘争の結果、国内は大飢饉やテロで疲弊する中で、キーロフは、党や国民の間に広がる若いムードを代表する人物として存在感を増していった。1934年に開催された第17回党大会においては、一部の大議員の間から、 スターリンを初期長の職から解任し、代わってキーロフを初期長にしようとする動きがあった。この提案は他ならぬキーロフ本人が退けたものの、スターリンにとってキーロフは自身の権力基盤を揺るがしかねない存在となりつつあった。1934年12月1日午後4時半頃ダブリーダ宮殿で行われる予定の報告会を控え、 側近の衆院委員会第二書記中度フと報告の内容を協議すべく、レニングラード党本部に入ったキーロフは自身の執務室へ向かう廊下の途中で待ち構えていたレオニード・ニコライフによって背後から拳銃で首を撃たれ殺害された。ニコライフの身元は1904年生まれの党員で元農民観察部職員であったが職場でのトラブル等が原因でキーロフ暗殺当時は 公職から外れていた。ニコライフは次第に官僚社会に対する不満を募らせ、同時に自身を歴史的な暗殺者と思い込むようになった。ニコライフはたびたび拳銃を所持してキーロフの周辺をうろつき逮捕されているが、なぜかその度に内務人民委員部レニングラード支局の上層部の移行により釈放されている。またキーロフ暗殺当時、ニコライフはやすやすと 建物内に侵入できたばかりか、各界の警備員はことごとく持ち場を離れていた。さらに、キーロフのボディーガードを務めていたボリソフも、キーロフとは別の場所にいた。これは後に、キーロフの暗殺が、ヤーゴダを筆頭とする内務人民委員部の関与による、組織的なものだったことを伺わせる事実となった。実際、内務人民委員部は、ニコライフの蘇生をつかんでおり、 レニングラード支局長代理、ザポロジェッツは協力者を介して以前からニコライフと接触を図っていた。キーロフ暗殺の方は中ドフによって直ちにモスクワにもたらされた。スターリンはこの暗殺事件を調査すべく、側近らと共に直々に調査団に加わり、事件発生から約15から16時間後にレニングラードに乗り込んだ。 スターリンは自らニコライフの尋問を行ったが、ニコライフは暗殺の動機について、内務人民委員部の関係者を指し示しながら、彼らに聞けばいいと返答したという。キーロフのボディーガードだったボリソフについても尋問が行われる予定だったが、ボリソフは尋問のためレニングラード党本部へ、トラックで護送される途中、トラックが倉庫の壁に接触して、事故死したとされた。 しかし実際にはトラック内部で内務人民委員部の係官によって撲殺されたと見られる。個人的な恨みを動員とした暗殺犯のニコライフは捜査の過程で次第にジノビエフ派のテロリストに仕立て上げられるようになった。レニングラードはかつてジノビエフの本拠地であり、当時もまだジノビエフ派の影響力が残存していたため、スターリンはこの事件を契機として レニングラードからジノビエフ派の移送を図ろうとしたのである。スターリンは自らレニングラードテロリストセンターなる組織を想定し、そのメンバーリストを作成してエジョフに手渡した。ニコライフは他の知人らとともにテロリストのメンバーとして非公開裁判にかけられた。そして1934年12月29日に死刑判決を受け、その日の夜に リテーニ刑務所の地下室で銃殺された。キーロフ暗殺事件は、1937年以降、数百万人が犠牲となった、大粛清の契機となった。スターリン以下共産党指導部は、キーロフ暗殺の背後に大規模な陰謀の存在を主張し、反対派に対する弾圧を果てしなく強化していった。こうした弾圧、粛清は秘密警察の指導者、原リフヤ号だ。 ニコライ・エジョフにより実施された。グリゴリー・ジノビエフや、レフ・カーメネフといった重要なコサンボリシェビッキが、事件に連座させられて逮捕され、後には処刑されている。キーロフとスターリン・スターリンの死後、1956年のニキータ・フルシチョフによるスターリン批判を契機に、非スターリン化が進むと事態は一変した。フルシチョフは事件に関する調査委員会を設け、 委員会は膨大な数の証言や資料を収集し、ボリソフの殺害現場で検証を行うなどした。しかし、これらの調査結果は結局公表されることはなかった。フルシチョフは回想機の中で自分個人の考えと断りながらも、スターリンがヤゴーダを介して、ニコラーエフにキーロフを殺害させたとの見解を示している。一方、ソ連崩壊後に、 秘密資料が多数公開されたが、キーロフがスターリンの指示によって暗殺されたという直接の証拠は見つかっていない。死後、キーロフの故郷、ブヤトカは、キーロフと解明された。また、ジノビエフの故郷、ジノービエフスクは、彼の失脚に伴い、彼が暗殺したとされていたキーロフにちなみ、キーロボ、そしてキロボグラードと解消された。現在でも、 キーロフバレエ団や軍艦キーロフ級、ミサイル巡洋艦の名称に広く使用されている。ありがとうございます。